はい、60歳以上のシニアの役員様の場合の役員報酬の最適化、というお手伝いをしておるんですけれども、60歳以上のですね、シニアの、経営者の方、会社役員の方の場合ですね、毎月の役員報酬が高額なためですね、在職老齢年金の仕組みによりまして、老齢厚生年金が全額支給停止になってしまうと、こういう方が結構いらっしゃいますですね。で、誤解されている方も結構多いんですけれども、在職老齢年金の支給停止になっている年金というのはですね、その時に受けていただかなければですね、二度とその受けることはできない、支給されない、戻らない年金なんですね。で、これまでよく知られていました対策ではですね、老齢厚生年金を受給するために収入を減らして、すなわち役員報酬を減額して、支給停止を解除すると、年金の支給停止を解除すると、そういう方法しかなかったんですね。で、私どもでは、現在ご案内している内容はですね、役員様の年収を変えることなく、支給停止になっている年金を受け取っていただけると、ほぼ全額ですね、受け取っていただけるという、そういう対策なんですね。役員報酬最適化って言ってるんですけれども、その役員報酬最適化、役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方だけを変えると、そういうことなんですけれどもね。で、そのことによりまして、社会保険料は、役員さん1人当たりですね、年間毎年、最大86万円、会社負担も、役員さん本人負担も両方ですね、最大86万円節減できると。ということです。で、さらに、シニアの役員様でありましたらね、支給停止されている、老齢厚生年金のかなりの部分が受け取れると、こういう形になりますもので、最大で、400万円近くですね、会社の経費の節減ができると、こういう形になっております。以上のように、役員報酬最適化、役員さんの役員報酬年間総額は変えないで、支払い方を変えること、これの効果はですね、60歳以上の役員さんの場合に特に効果が大きくなります。